自由の課題だったので、どうしようかなと思って電車でわーって座ってたら、なんかハチャーラって、なんかハチャーにしようと思って、その自分が日々生きてる時にすごいやらかすことが多いので、なんかそういう時に自分の頭の中で別のこと考えて、その逃げたいものから逃げようとするんです。結局なんか逃げれてないっていうか、なんかその現実逃避的な意味も込めて作りました。この人生は夢だらけは、去年こちらのシアタカフさんの解放祭の最終年記念で深夜拘束という作品でグランプリ取らせていただいたんですけど、その作品が私と片山咲希という女優2人だけで作った作品で、私が監督、脚本、撮影、美術、照明、録音、編集、すべて一人で担いながらダブル主演をしていて、でその制作の方法が結構自分の中で気に入ってて、で今年の2月にオクトパスラボという企画を立ち上げまして、そちらでさっき言った通り8つの箱の役職を一人で担いながら、毎回ゲストに一人女優さんを呼んで2人芝居を8時間以内に撮るという企画を始めまして、それで作った作品がこの人生は夢だらけになります。作ったきっかけは、今年の3月に埼玉なんとか映画祭で入選させていただいて、行った時に打ち上げで出会った女優さんが、40代ぐらい、50代ぐらいの女優さんが、なんか私たち女性は年を取れば取るほど透明化されていく存在になってしまうというのを聞いて、私もだんだん自分が年を重ねていくことにそれを感じていて、昔は受かったはずの役が受からなくなったりとかした時に、この先どうやって自分が女優としてもやっていこうかと思った時に、そのたくさんの呪いがこの世にあるなと思って、それに負けないように自分のためにも作ったし、同じように呪いがかかっている人の呪いを解けるような作品を深夜工作でも書いたんですけど、この人生は夢だらけでもアンサー的な感じで今回書かせていただきました。西尾さんの作品を、夢が始まるを、はい、他のところで見せていただいてて、それを見てなんかその作品がすごい好きで、なんかすごい良かったので、多分見た後すぐになんか声かけに行ったんです、はい、でなんかその作品もなんか自分とそのお母さんですね、はい、お母さんの、まあ、両方応援するみたいな、はい、お母さんが映画を撮るみたいな応援するみたいな作品でして、はい、なんかあれを見て、あ、なんかすごいいいなと思ったんですね、うん、やっぱりなんか女性ってやっぱ若い時はチヤホヤされたりとか、うん、まあ、そんなあると思うんですけど、やっぱだんだん年を取っていくに従って、まあ、そういうのなくなっていったり、まあ、いろいろ、ね、どんどん他の面でいい面もあったりはするんですけど、やっぱりなんかその若さが勝つっていう部分もやっぱりあると思うんですよね。なんかそういうのをなんかそう、まあ、必ず誰もがこう年が重ねていくので、その時その時の、まあ、気持ちっていうか、そういうのを、まあ、なんか応援っていうか、まあ、そういう気持ちになるけど、なんかそういうのを応援したいみたいな、そういう、まあ、作品を撮りたいみたいなことで企画されていたので、それだったらやりたいですみたいな感じで応募させてもらいました、はい、ありがとうございます。あちゃーのなんかすごく面白くて30分ぐらいはまんま見続けられるなと思ったんですけど、意外と短かったんですけど、なんか見てアバンギャルドなプチプチアニメみたいな、そんな感じがして、一つ一つのモチーフがすごく面白かったんですけど、さっき、まあ、自分の中の、経験だとかって言ったんですけど、それはもう全部なんかそういう自分の周りの出来事をモチーフにしてるんですか？なんかこれ結構なんかちょっと意味が分かんないみたいな感じになると思うんですけど、なんか今までのやつはそのやりたいことがこう何個かあって、それを物語にしようって決めてこう串刺す感じっていうか、つなげたらその人が見て、ああこういう話だねって分かるんですけど、これはなんかそのやりたいことをそのままバラバラにやって、そのでも
テーマが一貫してるので、なんか統一性があるかなみたいな感じで言ったんですけど、基本的に経験っていうよりかは思ったこととか、なんか見えること、見えたものとか、なんか見立てるっていうか、なんか何々に見えるとか、そういうことがいつもなんかたくさん思っちゃう人間で、なんかそういうのをメモしたのを可視化して、どうにか一個に一個つなげれないかなみたいな感じでやったので、自転車とかもあれ、レントゲンの骨とかを使ってて、なんか一個ずつ一応なんかこだわりがあるので、なんか意味ないものはないので、なんか破綻しないようにした結果って感じ。人生夢だらけ、もうちょっと聞きたいんですけど、去年の宇治宮高速も食べてたんですよね、結構。今回も結構食べるシーンが多かった。やっぱ食べるシーンっていうのは、なんかやっぱり西尾監督の中でこうちょっといろんな意味をなすものなんですかね。そうですね、私の母が、調理師免許を持ってて、すごく食を昔からこだわって作ってくださってて、深夜高速の時にもおっしゃったんですけど、あれは実体験をもとにしてて、私が昔好きだった人に言われた言葉で過食症になってしまって、日用途型の過食症、はかなだって過食症になって、その時に全然ご飯はとても美味しくなかったんですよ。で、美味しくなかった時期がすごく長かったんですけども、本当に私自身がここ 2,3 年でやっと生きてるなって感じて、それが映画を撮り始めたって聞かれたんですけど、ご飯食べるってみんなすごい軽視してる。今コンビニ食とかすごく流行ってて、確かに美味しいんですけど、でもすごくなんかスマホ見ながら食べたりとか私もやるんですけど、でもなんか一番大事な生きてるっていうことが理解できること、セルフでもずっと言ってたんですけど、僕が好きなことは食べること、それは今自分がここにいるって分かるからっていうのが、私の中で過食症になって出した答えだったので、今回決めさせていただきました。食べてる後ろに、後ろっていうか映写されてたじゃないですか、あれ透明とかそういうもののあれですかね。そうですね、あれ梅田の駅上から撮ったやつなんですけど、渋谷もちょうどね本当に人めっちゃ多いじゃないですか、梅田もすごく多くて、梅田歩いてる時にすごく怖くなるんですよ。このみんな今いる人もみんなそれぞれ人生があって、でそれみんなそれぞれ傷ついて、で誰かを好きになったりとか誰かを憎んだりしてて、もうそんなのわからないじゃないですか、喋らない限り。で今すれ違った人と一生すれ違わない可能性もあって、今ここにいる人たち絶対に100年後みんな死んでて、なんか実感はないんですけど絶対それがあるっていうことが怖くて、だからすごい個人としているのに透明化されているなっていうのがあって、それをどう映像化、可視化できるかなと思った時に、やっぱりプロジェクターで映写するっていうのが私の中で一番いいのかなと思って、梅田の上から撮ったやつを重ねさせていただいて撮らせていただきました。名古屋の国大学に所属してるんですけど、あ、所属してるんですけど、10月にゼミ展っていうのがあって、今アニメを上映する予定なので、なんかもし興味があったらその SNS とかでなんか見てきていただきたいのと、あと YouTube にもう一つ作品のまたやりつけ映画っていって、これと全然違う地方のアニメが上がってるので見ていただきたいなと思います。去年全然エンドクレジットみたいなのがあるんですけど、そこもなんか実はあったんですけど、なんかそこも結構こだわったので、なんかいつか YouTube でやりたいなっていうか、2つ作品配信決まりました。1つが今見ていただいたこの人生は夢だらけ、シーンが決まって契約書機能が来ました。でもう1つ去年グランプリいただいた深夜高速が、UNEXT さんが配信される運びになります。どっちも契約書書いたので多分
と思います。まだあの配信日は分かんないですけど、多分そのうち配信されます。あと12月1日に日にちだけ決まってるんですけど、私一人だけじゃないんですけど、私の仲のいいあの監督、私入れて3人で大阪で、あの多分関西分かって監督で特集組んでもらえるのかわからないんですけど、上映会をしていただく運びになりました。大阪なんですけど、もしよかったらお願いします。あとオクトパスラボが今年1年本当に頑張ろうと思ってて、今8本作ってます。2月に始まったので、大体1ヶ月1本計算で昨日撮影してきました。しかもそれは完成次第すぐに YouTube に上げているので、よかったら西尾ゆきって検索していただいたら YouTube 出てきます。 Twitter ではいつもなんか宣伝とかやってて、インスタは結構私生活書いてて、作品かいやってる途中の闇時とか全部赤裸々に書いてるので、もし興味あったら覗いてください。あと去年シアターカフェさんでもらったグランプリの副賞で1日上映券もらったので、来年の一応仮で5月25日かなってなって、5月25日が私の誕生日 で来年の5月25日でちょうど30歳になるので、今まで撮った作品過去作全部流せたらなみたいな、まだプログラム全然しゃべってないのわからないんですけど、できる限り過去作品流したいなと思って、そのためにもオクトパスラボをやって作品数を増やしてるんですけど、皆さんに楽しんでもらえるようないろんなジャンルのものを撮れるように頑張ってますので、もしよかったらチェック、私のことを覚えてください。よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ご視聴とってもありがとうございます。そう、僕も管理人さんと一緒に終わりの素敵なことをどんどん広める地層だからね、高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。